皆様こんばんは。今回の動画はですね、少し真面目な話というか、実際に僕が体験した恐ろしい話をしようかなと思います。霊的なものとかではなくて、人的な怖さ、不可思議というか、えっていう一瞬フリーズしてしまうような怖さですね。この話は、大の大人でもトイレに行けなくなる可能性があるので、特に一人暮らしの方、ご覧になる場合は心してお聞きいただければと思います。心臓の弱い方は、 ご視聴をお控えいただくようお願いいたします。とは言っても解説のみになりますが何があったのかきちんとお伝えはしていこうと思います。今から3年前、2017年の7月頃のお話ですね。その当時僕は4階建てのアパートの2階部分に住んでおりまして、で、部屋が入って左側にベッドを置いていて、右側にテーブルとクローゼット、突き当たりにベランダがあるんですよ。 でそのベランダの外の前がすぐ向かいの家の壁になってますはい朝仕事に出て夜21時から22時ぐらいの間に帰ってきて風呂入ってご飯食べて時間があればゲームするっていう生活を送っていたんですよで隣にも入居者の方は住んでいてその隣との壁もめっちゃ薄いのでちょっとでも物音を立てると聞こえてしまうぐらいの感じですね まあまあ、たまにゲームのボイスチャットとかで話している声とかなんかでですね、隣からは、ドーンなんてね、まあ壁ドンじゃないんですけれども、されたこともありまして、ああ、やばい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 、なんて言ってね、はい。もちろんほとんど静かにはやっていたんですけれども、まあそんなこんなで生活を送っていたんですけど、ある日、仕事から帰ってくるのが残業で遅くなった日がありまして、大体帰ってきたのが23時頃、 ま、その日もいつも通り風呂に入って飯食って今日はもう遅いし早く寝ようと思ったんですよ。で、ベランダの窓のカーテンが半開きだったんですよ。ああ、ちゃんと閉めてなかったわと思って。で、カーテンが両サイドから中央にかけて閉めるような感じなんですけれども左側のカーテンは完全に中央まで閉まっていて右側のカーテンだけが半開きだったんですよ。記憶だと 右側の部分は中央から大体20センチぐらいは空いていたと思います。で、その時僕、カーテンを開けようと思ったんですよ。どういうわけか。まあ、右側だけ閉めればいいんですけれども、両方開けようとして、左側の閉まっているカーテンを、シャッと開けたんですよ。そしたらですね、カーテンで隠れていた左側の窓に、 くりとくり抜かれた穴が開いていたんですよ。で、そのガラスの穴の形っていうのが、みかんの房みたいな形をしていて、割れたとかっていうものじゃないんですよね。明らかにくり抜かれたような穴の開き方だったんですよ。えってなって、で、その真下の床に目線を送った瞬間、僕は背筋の凍るものを見てしまったんですよ。そのくり抜かれた ガラスのの部分が綺麗にににで垂直にフローリングの床に刺さっていたんですよしかもその刺さっていたガラスの位置も真下じゃなくて少し横にずれた位置に刺さっていたんですよこの状況というのは明らかに自然に起きた現象ではなくて意図的に起きたものだと思ってですねそれを見た時はフリーズしましたあこれやばいと思ってすぐにクローゼットの方に意識がいって 誰かかいいるかもしれないで僕はおそろそろクローゼットを開けたんですよで誰もいなかったはいでまさかと思いちょっと怖いけどベッドの下も見てみようと思ったんですけど誰もいないんですよ結局何かわからなくてすぐに警察を呼んだんですけどまあその時現場の窓を見てもらった結果事件性はないとその穴があの窓の鍵 クレセント城から大体20センチぐらいは離れててもし空き巣ならもっと鍵の近くを開けるとただ不可思議なのはガラスの割れ方というかくり抜かれたようなものが不自然であったっていう点とそのガラスが下に刺さっていたという部分ですね何より寒気を感じたのがガラスが垂直にかろうじて少し尖っていた部分が刺さっていたというところですねまあそれがいつからあったものなのかはわからないんですけれども その当時は直近でその左側のカーテンを開けた記憶が、まあ、飛んでて覚えていないので本当にいつから開いていたのかわからないんですけれどもはい、まあそういうことがあったという、まあ、お話でした皆様はいかがでしょうかこれを聞いて恐ろしいと思うかもしくは何かの自然現象なのかぜひコメント欄で教えていただければと思いますご視聴いただいてありがとうございましたまた動画やライブ配信でお会いしましょうさよなら